いやー、トシさん、今日さすがでした。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。いやー、決勝すごかったね。いや、すごかった。良かったでしょ。相手がマイキー選手でさ、相手がマイキーで、で、もうさ、ビタビタよ。そうだったね。すごかったそう、ね。最初マイキー選手にビタビタにやられてもうダメで、で、入れ替えて、いや、もうダメかなと思ったのよ。あれ？ 何の話？あれ？ごめん。車 R3 になった気がする、相手。全然違うわ。もうベスト8敗退だわ。どうしたのよ。ちょっと、とりあえず、今みんなね、視聴者の人たちは、トシちゃんのベスト8見終わったばっかだから、ああ、そっか。トシちゃんから見てどういう状況かちょっと説明してもらっていい？説明しますと、まあ、先行者との距離感は一定に保ってたつもりです。で、2ゾーンから3ゾーンに向かうときに先行者がちょっと角度を増したんですよ。2から3にかけて角度を増したから、もうそこから加速するんだと思いました。そしたら俺は結構その時点でだいぶ待ってるんですよ、感覚的に。で、待ってて先行者が「あれ、行かない？あれ、行かない？お、壊れた？え？」と思いながらだんだん行き始めるんですよ。もうその時点で俺の居場所がおかしいんですよ。なんかすごいイン側に入ってきたそう、ね。もう3ゾーンにつけないところに来ちゃってて、で、もう3ゾーンつけてないから、4ゾーンはしっかり取らなきゃいけないと思いました。で、そのまんまに、3ゾーンから4ゾーンの開始の時に先行者が4ゾーンを、まあ、外すなり途中から入るなりするだろう。だから俺はしっかり最初から取れば3ゾーン外したことがちょっとチャラになるかなとなる思ほど。い、大外刈りで4大外ゾ刈りで4ゾーンしっかりがっつり取ってやろうと思ったら、大外刈りが大外刈りすぎちゃってコースなかったんですよ。コースなんかさ、フロントがコースないと一瞬ころ。フロント、まあフロントがちょっと引っかかったなとは思ったけど、リアが完全に、乗ってグリップなくなりので、スパーンっていっちスゃったパんーンっだ。ていっちゃって、うーわって感じですね。なるほど。それがスピンしたと思う。勝てた試合を落としました。そっか。これはあれかね、猿も木からなんちゃらってやつか。いやー、全然猿じゃないよ。全然その辺のなんか、虫が落ちたぐらいの感じよ。虫が落ちたぐ虫らいがだった。もう落ちるような虫がポロンと落ちただけよ、もう。情けない。そっか。なんかあれだね、日中とのギャップすごいわ。そうだね。ほら、優勝のはずというか、なんで俺優勝してねえんだろそうだね、優勝って決まったはずだからね。なんかあれですね、人生こんなもんっすね。そっか、トシちゃん、人生2周目説だったのね。そうだね。いやー、なかなかこう、うまくいかんもんですでもね。さ、ランキングで言うと、そんなにさ、4かむ5しにろ上がはるぐらいじ上ゃがってるはず、4、多分4だと思うんだよね。そうだね。まあ一応差がまず上がってるよマイキー、ハマちゃん、ハリーさん、俺だと思うんだよね。多分。そうだよね。そこらあー、辺入れ替でわっもたかな。40、どうだろう。多分そうだと思う。じゃあ、いや、これ、ちょっことれトシさんさ、の痛すぎるんだよな。そしたらさ、もうさ、やること決まったよ。シリーズ3位狙いだ。そうなんだけど、3位でも、結構離れてっか。やっぱり、今のハリーさん、ハマちゃんあたりが、16とかでこけてくれての、やっぱ優優勝勝ぐとからしい？ないと、やっぱ点数差があるから、厳しいよね。まあ、でも、岡山は、車的にも、今のトラクション性能で白煙もくもくで走れれば結構速いと思うのね。まあそうだろうね。そう。だから本当この仕様で筒香を走りたかったなってすごい思ってたぐらいだから。この足のセットアップでね。そう。で、こんなちっちゃいコースでも今言ったように、で、先行者が行かないの行かないのってぐらいトラクション性能差があるから。だからやっぱこういうちっちゃいコースよりはでかいコースだったら結構活躍できんじゃないかなとは。そっか。もう目合わせられないもんね、カメラに。そうか。あんまり話長く喋っちゃうと泣いちゃうもんね。
泣かない。あのね、悔しさじゃないんだよ、なんかね。残念さ。その勝てたものが勝てなかったっていう。自分のミスで負けたっていう。なんかほら、いや、今の走りされたら勝てないよ、みたいな。だったらいいんだけど。それあれは対応できてほしかった。いや、できるじゃん。できるじゃん、絶対。できるのに何やってんの状態。でもあれ別にスピンしないで走れたかもしれないけど、結局スピンした原因はやっぱゾーンに意識いってるんだよね。あ、うん、だって普通に待って返せば別にインチョロでも良ければいいわけじゃん。でも3ゾーン4ゾーンの3をまずミスってる時点で焦りもあるじゃん、やっぱり。あるね。うん、だからそういうのもあるんだなっていう。あ、やっぱゾーンに意識持ってかれてる部分もあり、ただスピンしないのは別にできたよっていう、うん、いりゃいいんだったらいいけど、それじゃダメじゃん。まあそうだね、うん、だいぶ疲れちゃうもんね。難しいよね。そうか。あ、じゃあとりあえず、まあ岡山はまあ優勝するのは決まってるから。はい、うん、もちろんです。そうね、はい、じゃあ優勝の練習しとこうか、今から。今から。いや、いいや。恥ずかしいわ、もう終わってるし。そうだね、ちょっとあの周りが見た時にさ、うん、ちょっと悲しすぎるもんね。そうだね。うん、まあ昼間さ、優勝した練習したから、うん、うん、それは次戦に持ち越しで。そうだね、うん、いやー、トシャン、これさ、はい、今夜流すわ。あ、流しちゃって、うん、で、これ1日の密着動画の最後にこれくっつけるわ。おお、うん、それでいこう。それでいきましょう、うん、じゃあ視聴者の皆さんにさ、はい、トッシャのファンめっちゃ見てっから。そうなのよ、うん、トッシャみんな好きだから。そう、日に日にトッシャファン増えてっからさ。増えてるのよ、ありがたいよ、ね、いやもうだからね、増えてるからこそね、いいとこ見せたいじゃん。そうだね、そのいいとこ見せれないというか、自分から負けに走ってるのもなんか悔しいというか、ダサいというか、こうね、うん、なんかさ、ファンの心理がわかるからさ、うん、ファンってさ、負けた瞬間さ、もうその大会どうでもよくなってきちゃうんだよね。うん、帰っちゃった人いるもんね、やっぱ。あ、やっぱそうなるよね、決勝見ずに。あ、うん、その気持ちわかる。あ、もう俺も帰りたいんだから。そうやね、嫌になっちゃうね。しょうがないね。あ、まあでももしかしたらさ、うん、この悔しさをやっぱり次にさ、うん、ちょっと時間さ、10月のもう上旬じゃん。うん。時間ないけど何、セットアップなんかやんの？ちょっと板金出すかなぐらい。板金？後ろ、あ、後ろもうボロボロだから。そうだね、ボロボロになってきたね。ちょっとわかんない。なんかいろいろやることはあるかな。点検したり。そっか。セットアップは別に全然不満ないから。じゃあ、車の安全にちゃんと走れるかどうかの確認ね。うん。うんうん、ですね。じゃあ、また岡山に。はい。はい、ちょっと伺いたいと思います。私、船虫も。いいです、こんなの。じゃあ、やめときます。来てください。はい、わかりました。はい。はい。チャンネル登録よろしくお願いします。